どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前アップした30センチキューブ気鉱石レイアウト水槽の動画を見ていただけたでしょうか。まだ見ていないという方は概要欄に再生リストを貼っておきますので、そちらからぜひ。造形に時間をかけた分、結構満足いく仕上がりとなった水槽なんですが、今回はミスト式で立ち上げた経過を報告していきます。10種類の水草がひしめく水槽がどうなったのか、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速やっていくんですが、植栽している水草は組織培養のもの4種類と自家栽培したもの6種の合計10種類です。上からロタラ SP ハラ、ニードルリーフルドビジア、ロタラワリッキー、アルアナの夕焼け、ベトナムゴマノハグサ、インディアンクラススラ、キューバパールグラス、ヒドロコティレミニ、ストロギネレペンス、コブラグラスブラジリエンシスです。ちなみに現在映っているのは植栽1日目なんですが、組織培養水草に関しては自家栽培水草よりも5日早く植栽しているため若干成長してきています。一番上のロタラ SP ハラを見ていただければわかると思うんですが、頭頂部がうっすらと赤くなってきています。またヒドロコティレミニもいかにもミスト式って感じの、ちょっと固めの葉がしっかり光に向かって立ち上がってますね。ただこの水槽に関してはとんでもなく低床が高く盛られているんで、ミスト式での立ち上げは若干不安がありました。ミスト式では霧吹きで湿度を保つ形になるんですが、水は下に向かって落ちていくため高さがある部分は水が枯れ気味になります。特にこの水槽は軽石でかさ増しをしているので余計水が流れ出やすいです。ただかといっていっぱい水を入れすぎると一番下の水草が水没して大変なことになるので、むやみやたらに入れることはできません。自分の今までのミスト式の経験から、水は最重要要素であり、しっかり水が行き渡っている水草とそうでない水草は成長がだいぶ変わってきます。今回のレイアウトはだいぶ高低差があるのでどうなるのか気になるところですね。続いて植栽から3日目、ロタラ SP ハラは頭頂部に植栽しているにもかかわらずすでにスイッチが入ってきました。ニードルリーフルドビジアに関しては若干成長が分かりづらいですが、ロタラワリッキーはすでに頭頂が光に向かって起き上がってきています。適当に敷いていたキューバパールグラスも結構いい感じに芽吹いている気がしますね。さすがは前景層、ミスト式との親和性は段違いです。ただ一番手前に植栽していたコブラグラスブラジリエンシスはあまり変わっていません。こちらは組織培養水草なのですでに植栽から8日経過しているんですが、ここまで全く動きはないです。ちなみにこの組織培養と自家栽培の水草を見て思ったのは、圧倒的に自家栽培の方が育ちが早いということですね。5日という時間差があるにもかかわらずすでにミストに順応していることから、水上用になっているものの方がミスト式での成長は早いのかもしれません。続いて植栽から8日目、5日も空いたので遠目から見てもボリュームが出てきたことがわかりますね。ご覧のようにロタラ SP ハラは相変わらず絶好調です。ニードルリーフルドビジアに関しても頭頂部が上を向き出しただけでなく、新芽も続々と出てきていますね。ロタラワリッキーはすでに頭頂部が赤みがかっており、とても順調のようです。この2つは結構対照的で、ニードルリーフルドビジアが水上用に近い成長をしているのに対して、ロタラワリッキーは水中用に近い成長をしています。水草の品種によってもミスト式でどちらに偏るかは変わってくるようですね。アルアナの夕焼けも思いのほか順調で、頭頂部がうっすら赤みがかってきたものもあります。ベトナムゴマノハグサもさすがの成長速度ですが、その横のインディアンクラススラは微妙ですね。後から思ったんですが、これは組織培養と水上用の違いではなく、植栽した時のコンディションも影響しているのかもしれません。あの腐りかけの状態から考えればインディアンクラススラも順調にいっているレベルです。キューバパールグラスは明らかに顔を出している葉が増えてきました。ミスト式は1週間程度でこれくらい成長が感じられるので楽しいですね。ヒドロコティレミニはすでにボリュームが増しています。
噂には聞いていましたが、これは注水した後も暴走を止めるのは大変そうです。前景に植栽していたストロギネレペンスとコブラグラスブラジリエンシスは今のところ目立った動きはありません。続いて植栽から12日目、全体的にだいぶ成長してきました。先ほどの心配をよそに、高い部分に植栽していた水草たちがガンガン勢いを増しています。他の水草も同様で、ようやく根付いて本調子が出てきたといったところでしょうか。それに比べてコブラグラスブラジリエンシスは相変わらずで、枯れるわけではないんですが一向に変化が見られません。やはりこの成長スピードが前景草にあまり使われない理由なのかもしれないです。続いて植栽から20日、成長具合は見るまでもないですね。ただ先ほどに比べて若干勢力が変化してきました。一番顕著なのはこちらのニードルリーフルドビジアとロタラワリッキー。植栽して間もない頃はロタラワリッキーの方が立ち上がりが早かったんですが、現在は若干萎縮気味です。対してニードルリーフルドビジアはしっかりとした水上葉を展開し、四方八方に葉を広げています。これはおそらく水が少ない場所では水上葉の方が成長に有利になるからだと思います。毎日霧吹きはしているんですが、どうしても水が下に落ちていってしまうため、他の場所に比べてこの頭上部分は水が少なくなりがちです。ロタロワリッキーの方は早い段階から水中葉になってきていたので、もっと水が多い場所じゃないと勢いがつかないのではないでしょうか。現に葉の頭頂部が乾燥しており、ニードルリーフルドビジアの進行もあってだんだんと元気がなくなっていってます。ここら辺は水草の種類や植栽場所、水上葉水中葉どちらで育成を始めたかなどでだいぶ変わってきそうですね。今まで結構ミスト式で立ち上げてきましたが、自家栽培と組織培養水草を半々くらいで植栽したことはなかったので、いろんな気づきが得られます。CO2 添加もいらず簡単ではありますが、いろんな種類の水草を植えるのであれば、そこら辺も考慮して植栽するべきですね。隣のアルアナの夕焼けは1本だけめっちゃ成長してます。キューバパールグラスはだいぶこんもりしてきており、全面を覆い尽くすまではあと一歩といったところ。ヒドロコティレミニはランナーがめっちゃ生えてきてて、キューバパールグラスに影を落としているのが気になります。あとはいつも通りですね。というわけで植栽から25日、ちょっと早いですが注水していきたいと思います。水草はこんな感じで大きなトラブルもなく結構うまくいってるのではないでしょうか。若干水上葉と水中葉が混在しているという心配はありますが、どのみち注水すれば全部水中葉になるので気にするだけ無駄ですね。それでも1ヶ月経たずにこれだけしっかり繁茂してくれたのはありがたいです。それでは注水といきたいところなんですが、その前に外部フィルターの準備をしていきます。使うのはもちろんエデニックシェルと V3 です。実はこの注水作業、前回動画にした溶岩石レイアウト水槽と同じタイミングにしたんですよね。その動画を見た方はなんでエデニックシェルと2つ準備してるんだろうと思ってたかもしれませんが、それはこの水槽と一緒に注水したからなんです。なんで一緒に注水したのかというと、自分がめんどくさがりというのもあるんですが、この水槽2つは隣同士に配置する関係で一緒にしました。基本ライトは60センチ水槽用のを使っているので、注水するなら一緒の方がいいなと思ったわけです。まあいろいろ言ってますけど特に深い意味はありません。自分は動き出すまでがもたもたするタイプなんで、こうやって一気に作業した方が注水を先延ばしにしなくなるんです。話が脱線してしまいましたが、今回使用するガラスパイプは今はなき ADA のドゥアの前身的な立ち位置であるドゥアクアというブランドのガラスパイプを使用します。もう二度と手に入らない貴重なガラスパイプなので大事に扱っていきたいところですね。勘のいい方ならこの前振りを聞いて察したと思うんですが、ここで悲劇に見舞われます。エデニックシェルトにホースを深く差し込んでいる最中、ガラスパイプが割れました。これはおそらく差し込んでいる途中、前後に動かしていたのがいけなかったのだと思います。このガラスパイプ、水槽縁に吸盤を使わず引っ掛ける関係上、排水部分が S 字に曲がってるんですよね。
こうすることで若干遊びはありますが、ある程度ぐらつかずにオールガラス水槽に取り付けることができるんです。そんなガラスパイプを前後に動かしたことで S 字の部分がガラス面に当たって、そこに引っ張る力が加わったことにより、一番テンションのかかるカーブ部分が弾け飛んだわけです。正直この時は呆然としてしまい、一瞬フリーズしたんですが、何度かガラスパイプは割っているのでそこまで焦りはしませんでした。ただ廃盤になっているガラスパイプを割ってしまった喪失感がすごすぎて、若干放心状態になってます。撮影でアングルを気にしつつの作業はやっぱりダメですね。すでに長さはちゃんと合わせていたから大丈夫だろうと、ガラスパイプ部分に気をやっていなかったのが全ての敗因です。皆さんはガラスパイプの取り扱いには十分注意してください。排水パイプが壊れてしまっては外部フィルターが回せないんじゃないかと心配してくださっている方がいらっしゃるかもしれませんが、そこは心配ご無用。もともと買ってた中華製のスピンパイプがあるので急遽そちらにしました。本当はリリー型の方が良かったんですが、内径 9mm のガラスパイプで安いのってスピンパイプしかないんですよね。というわけで悲しいアクシデントはありつつ注水。ここら辺はいつものやつなんでさらっと流します。土砂崩れも心配しましたが、ミスト式で立ち上げることにより水草の根がしっかり張っていたのでびくともしませんでした。ちなみに映像を見て気づいたんですが、割れたガラスパイプの代わりに使用したスピンパイプは隣の溶岩石水槽に回したようです。30センチキューブ水槽は注水作業もあっという間ですね。というわけで外部フィルターのスイッチをオン。問題なく通水してくれました。そんな感じでいろいろなアクシデントはありつつ、こちらの水槽もようやく注水までこぎつけました。露材は使い古しのもの 100% なので、思ったより早く立ち上がるのではないかと考えています。ここに入れる生態はまだ考えていませんが、この水系に合った生態をお迎えしたいと思っているので、気になった方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。